FF7 リメイク続きやっていきましょう。まずなんか目的の航路目指せとなってますので、そこ行きましょうか。下が丸見えじゃねえか。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外ずぶてえなお前ら。ティファも冷たい女になってるね。ハイポーション入手。扉の先が G か。これクラウド一発でジャンプで飛べばいいのにねとか思ってたけど、同じようにヨタヨタ歩いてどうするんだっていうね。ここアイテムボックス。うん、これも上行けそうだけど、あれは行かなくていいのかな。これで開くかな。やれってことか。その前にそういえば前回武器を手に入れてたはず。レザーグローブからメタルナックルだけど、一つアイテムマテリア外れることになったので、チャクラとオートケアル、もう一個何だったっけかな。バリアか。まあバリアはなくていいでしょう。チャクラもいらないような気するんでね、普通にケアルをくっつけた方が使い勝手はいいような気がする。このマテリアの装備もどこかで一括してできるようになってるので、でバレットなんか2つぐらい外れてるんで、ここら辺もセッティングやっておきます。では行きましょうか。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。うん、向こう側になってるね。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。さて上に登って、かろうじて生きてっか。動くかな。これは会話はできない。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、四番街の人たち。魔航路をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔鋼を消費してるんだね。うん、行きましょう。どこ行けばいいか分かんないけど、スラムの太陽、あれかな、さっき登れなかったところ、まあ、登ろうとしなかったところ。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。なんか最初から来る気配なかったね。あれはどこで待つんだろう。のんびりと歩いてるけど、うん、あそこら辺で待ってしまってる。暗い画面が多いからここまで明るいとなんか逆にね、なんかいい感じだけどね。他アイテムないか。なさそう。ここは押しっぱなし。
常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。うん、特段敵が出てくるわけでもなく、これで G までは達成だな。うん、あとはマコールを目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザは。よ、さて周り特段何もないか、行きましょう。早速歓迎してくれるってよ。気を抜くなよ、覚悟はいい。待ってきなさい。行け。シュ、さて倒し終えて、シュ、こちらだ。行くよ。まだまだ。ふっ、うん、倒し終えた。次もこの調子。これティファやバレット技使わないと武器のレベル上がらないのかな。そうであるならばもう自分で操作しないとね。ダメとなるけど、この方向行ってみましょう。故障中？こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか、侵入し放題ってことだろ。これは別に電力つけなくていいってことか。くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ、死んだと魔鋼のせいってな。どこのことかわからんけど、宝箱。もっと敵まとめて戦えるかなと思ったけど、なんか全然戦えないんだよね。戦いをやって経験稼ぎたいんだけど、敵はどこだ。ポーション入手。マテリア多分落ちてるね、階段登る前に。またここユタユタと。あー、どうなんだろうな、階段のぼなるほどね。大丈夫。ああ、マテリアに気取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんだろ、うん、地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。うん、気になるね。多分こっち側だと思うけど、さっき登ろうとした場所。あれ、これ戻るのかな、この上行ったら。そんなことないよね。ねえ、もう一度確認しない。何をだろう、場所か。今どの辺だこれや。私たちの目指すマコーロは H の先。ああ、でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。やばいもんは全部スラムに垂れ流しよう。
さっきのマテリアの場所はどこだったんだろう。あ、この方向か。この方向、まあ奥の方から行けるのかな。結構複雑だね。うん、敵も発見。はっ、狙うぜ、炙り出す。こっちだ。叩き蹴る。決まった。うん、もう一体敵がいた。沈め。そこ。行くぞ。狙うぜ。や。終わったな。回復してきましょうか。さて、この方向、あの赤いのがさっき止めたところか。あ、見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。まあだけど基本一本道だからそうそう迷うこともないか。これ怖くね、怖くね、怖くねえよ、怖くね、怖くね、怖くね、あ、怖くね、怖くね、怖え。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。 おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、ちょうどいい具合にパイプの上登れんね。あのファンの中なんだろう。うん、この方向。なんとか渡り切ったね。はあ、寿命縮んだぜ。あ、はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。あれ、これはあれか。すぐ下が地上にあるのかな。で、その上を今通ってるかのような。すごい住宅がたくさんあるもんね。ん、どうすればいい。何も反応しないんだけど。普通に行っていいのかな。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト。うん、確かそう言ってた。だがそれだとマテリア取れないような気がするけど。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに。この辺りの全部ってこと。こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよ。 H1 の番号が目印。あ、
こっから一番近いライトっつうと、あれだな。わかりやすいね。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり、太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。け、神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。ではどの方向行けばいいか。02を目指すようになってるので多分こっち側でいいのかな。さっき階段もあったように見えたから、階段、あ、その前に休憩。あまり体力減ってないけれども他の人には座らせないっていうね。で、買い物、特段お得用アイテムはない。どっちなんだろうな。まあ多分こっちだったはず。階段があったように見えたけど、いや、これ戻るではないか。大丈夫か。さて、さらに行きましょう。あれ、戻ってきてるか、ここは。そうだよね。となると、あ、H に見えたからこっち側かと思ったけど、そうじゃないんだ。じゃあこの方向。リフトがあるけど、さっきこっち側行きましょう。これ敵じゃない？特段反応しないけど、ここにある機銃、ダメージを与えられない。これもなんか動きそうだね、この銃器。あ、どっち側行けばいい。H にな、あー、でもこっち側か。いや、でもここはいけないか。多分上から回り込んでいくんでしょう。片付ける。いや、そんなもんか。どうだ。さて、まず一体だけでも蹴り崩す。いやー、なんでそっち側まで行ってしまう。なんだろうな、クラウド何かの悪影響を受けてるのか、右下のステータス毒か、なんか徐々に減ってってるな、 HP が。狙う。どんなもんよ。消えろ。そこ終わりだ。行くぞ。さて、倒し終わった。誰かレベルアップ。クラウドがレベルアップ。これはこの端末。電力供給が不足しています。あれを消せば動くかな。うん、動かす必要はあるってことか。どういう使い方するか分かんないけど。あったよ、スイッチ。サクッと消しちまうか。アイテムがないかだけ確認やってから。まあそれでも手に入るアイテムはたかが知れてる、購入できるアイテムだから宝箱探さなくてもいいかもね。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの2つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。それがどうした。
全部ぶっ壊して魔鉱炉へ向かう。じゃあ行きましょうか。多分ここ戦いになるんでしょう。侵入者発見、相当モードへ移行します。中距離射撃タイプだ。おう、あいつらは俺に任しとけ。魔法が溜まるまではのんびりと。違う方向から狙われたね。まもなく ATB ゲージが溜まりそうと思ったけど、バレット、魔法、サンダー、うん、今バトルレポートが一つ完了。攻撃系をティファ持ってないんでね、多分アビリティかかと落としだと届かないと思うけど、さすがに届かないね。ほらほらほら、撃たれる。カバー、一気に叩き込む。一丁上がりってな。先が思いやられるな。復旧したのは警備兵器だけじゃない。あ、通路が動かせるんだ。ああ、なるほどね。いやー、でもさらに動かせる。どこ行けばいいんだろうな。とりあえずこの方向もう動かしたんで、でさらに行ける。いや、ここまでか。ここまで左側も気になるけど、まずこの方向回復だけでもやっときましょうか。うん、宝箱のみ。エーテルターボ、あんまり武器とかを落としてくれないのかな。まあ落とすというか宝箱から出てくれないのかな。どこに繋げるかよく考えろよ。多分こっちで大丈夫でしょう。ぴったり合わせると扉が。おお、ぴったりじゃねえか。うん、扉が開いて。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。へっ。ああ、多分左奥。来るなら来なさい。はあ、邪魔だ。よし、やっ、どう、こっちだけでも、いやこれも硬いな。うん、やっぱり通常だともう全然ダメージ与えられないかのような状況になってる。なんかずっと回っている。いやー、魔法だとダメか。頑張って。動けるうちに燃え上がれ。やった。まず一体倒したのはいいんだけど、ティファはオートケアルやってたっけかな。バレットが MP、ATB たくさんある。かかってこい。多分一体倒してるはず。うん、目の前で止まったね。悪いな。かわされてるか。狙うぜ。まだ逃げない。まだかまだか。もう一回バレットでアビリティフルバースト。やってやろう。ティファが倒されそう。これケアル、ケアルラに変えて。狙うぜ。はあ、どうだ。ここまで倒すことができている。負けるわけがねえ。バレットってば。かといってあまりいい状況ではないな。
あまり他のキャラが攻撃役立たないから、ティファは魔法を持たせるべきかな。ちょっとどっから来たかが分かんなくなった。多分向こうから来たからこの方向か。見つけたね。宝箱がまたありそうなので回っておきましょう。いや、ないね今回は。で、この方向、なんか行けそう。マテリアがある場所ではないか。これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。乗りましょうか。向こうにもマテリア見えるね。あれ、どうやって取ればいいんだろう。たくさん消しちゃったね、太陽。太陽なんて本物が一つありゃ十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。侵入者発見、相当モードへ移行します。さて、多分、ダメージあんま与えられないのでサンダー。しびれる。この程度か。すんざけ。だが、これで MP がなくなった。引き裂く。ここで仕掛ける。魔法は便利だけど、MP なくなるのは辛いね。リミットブレイク。殲滅する。片付いたな。涼しい顔しやがって。さて、ここから来たので、どこだ、でかいの。上かな。ここら辺にあったマテリア、あれ別か。またじゃあ先に上行って、あれ、これは来た場所なのか。これ動かしたってことは、そうだよね。じゃあ別方向、この方向か。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは、最後のライトが見えてない。だが、こっち側行けるかな。あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。宝箱、これは下に降りるとアイテムありそうだけど、まあいいか、行きましょう。先にこっち側。特段何もないね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。あれか、今回は上下、高低差も関係ある。
向こうに見えるマテリアが気になるけど、あれどうやって取るんだろうな。なんか上を壊して下に落とすみたいな感じのイメージもねあるんだけど、もしくはあれがリフトのようになって下に下ろせるとかね。まあその可能性が高いな。遠慮はしない。どけ。真剣勝負。そんなもんかよ。どけどけ。うん。畳みかける。今回はクラウドが攻めるぞ。MP がないので辛い。はい。そこ。これで。だから多分サンダーじゃなくても倒せるか楽に。どけ。かかってこい。あれか、こっち側かな。行くよ。アサルトモードで。この隙にこんな感じで倒していけばなんとかなるでしょう。クラウド HP が危なかったけど、オートケアルでなんとかなった。こんなところかな。ここか。眩しいねこれは。反対側に宝箱があるかどうかがわからない。マジカルの腕はこれは腕は2つほど装備可能。スターブレストクラスターブレストクワスターブレスト比べても多分魔法が高いのかな。これは魔法の防御か。多分設定変えときます。他も含めて設定やっときましょうか。では進みましょうか。これで3つ目、メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、H1 エリアまで戻るぞ。戻りましょう。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。どの方向だったか。向こう側か。 H01 ビッグスとの合流場所は魔鉱楼へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。ああなるほどね、向こう側に動くのか。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよマコロ。確かどこか回復できる場所あったはず。あれなかあったよね。大丈夫か。そっかそっか、一旦ここに戻ってきた時に回復とかできたってことか。なんか回ってね2つ行った後にここに一旦戻ってきたけど。では今回はここまでで終えたいと思います。次回このリフト使ってまた先進んでいきます。また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。